このことは言ったの、原子は。誰ですか？みやぞんには。まだ言ってないです、ね。僕ライブやるよと。言ってないです。言ってない。はい、今、みやぞんどこにいるんですか？知らないんですか？僕知らないです、今どこにいるか。え？あの、まあ、海外行ったりするんで。あー、そまあ、ロケで。週末はイベントとか、あの営業が多いんで、まあ、そこでは会ってますけどね。二人で LINE とかしないんですか？まあ、LINE はそんなにしないんですよ、コンビ。まあコンビってそんなにベタベタするもんでもない。大木さんの私生活ってどうなってるんだろうとか気になりますもん。確か言う機会なかったけど、はい、俺子供に最初に今うちの子まあ、4歳なんだけど、はい、最初に買ってあげた、自分の当たり前は人の当たり前じゃないよっていう教育のもう俺の始まりなの、それは。こんな話を聞かないと出てこないじゃないですか。聞きたいですね。めちゃめちゃいい話ですし、キックに聞かれたから言っちゃったもんね。これもう俺たちとの時代が違うから、令和の人ですね。はぁ、そういうの普通にやっといてあげないとと思って家で。あ、令和ね。今言える話ある？絶対に蚊に刺されなくなる方法があるっていうのを。あ、いいじゃないですか。あのまああるロケで蜂とかがすごい飛んでて、助監督がバンバンそれを殺してたらしいんですよ。小動物にも命があるから、その殺すの嫌いな方で、蚊とか蜂に頼むから、あのこのままだと殺されちゃうからお前どっか行けって、大丈夫だからって言ったら蜂が全部いなくなって、その日を境にして一切刺されなくなったそうです。約束をしたってこと？まあ僕の考えなんですけど、位のすごい高いお坊さんが瞑想を続けて超能力を得る方法の、あの近道っていうのが、夏に縁側に出て瞑想して蚊に刺されなくなるようにする修行らしいです。最初は刺されるんですけど、何日も瞑想してるとある時に、はい、あれ俺そういえば刺されてないなと、何時間か瞑想してパッて目をこう開けたら、自分を取り囲むようにグワーッとあの円になって蚊がそこで死んでたらしいです。丸く、要するに自分のバリアの中に入ってこれなくて、蚊が全部そこで死んじゃってて。蚊の話ある？いや、ちょっとないですね。